どうもこんにちは、流れ山レディオステーションです。今日の動画は茨城水戸ですね。この時期ですね、2023年、撮影は2月下旬ですが、梅祭りをね、やり始めている時期です。目的地は偕楽園駅です。これはあの柏駅ですね。大鷹の森から柏駅に行って、柏から特急が出ると思うんですが、この今あの時矢号書いてますけども、7号車乗車口にいるところからカメラを回しています。柏は特急がね出て茨城の方にすぐに行くことができますので、まあ一日の日帰り旅行をするには便利なところですよね。今回はずっと自分が喋りっぱなしっていうのもなんかあの邪魔かなと思ったので、随所随所で喋れるところだけ喋っていって、あとはもう映像を見て楽しんでいただければなと思いますので、ぜひご覧ください。大体その特急を柏から乗るときって、あの柏の JR のホームの、あ、ホームじゃないんですね、改札内にある、ベッカーズというですね、JR の、子会社がやっている、まあ、ファーストフードのハンバーガーショップがあるんですけども、ベッカーズですね。あのベックスと同じような系列です。ここのハンバーガーと、あとこのポテトをね、溶かして、あの味を付けしたこの、食べ物が美味しいので、特急に乗る場合はね、こういう風な感じで、まずベッカーズ寄って特急に乗ろうという風な工程を踏むことが多いかなと思います。なんかこう特急とか新幹線に乗ってるとお弁当とか、こういうものを食べたくなるので、いい感じかなっていう風に思ってやってますね。はい、じゃあ着きました、偕楽園です。まずあの神社の方に行って、まあ徳川のねありがたいね先輩に、ご挨拶をしてですね、水戸と徳川のありがたいこの辺を治めていた、諸先輩方にですね、ご挨拶して、その後に偕楽園に行って梅祭りを堪能して、で終盤の方ですね、夜の方になったら水戸駅、市内の方に行って、水戸駅は水戸駅で、あの夜梅祭りというふうなことをやってるので、まあ、そちらを見て帰っていこうかなという工程で臨んでいます。
神社の挨拶が終わった後にいよいよ偕楽園の敷地に入ろうとしているところですね。券を買うんですが、まあ、現金とクレジットどっちか列選べます。ここら辺は案内しっかりしてるので別に何も知らなくてもスムーズに行けるかなと思います。さあいよいよ来ました。ホームページ見た、ところですね、現状2月下旬は、まあ、梅が7割方、開花しているよということだったので、まあ満開になるとめちゃくちゃまた混んでしまうので、ちょうどその3月中は混んじゃうと思うんですけど、まあ今この動画をご覧になっている方はまだ3月なのでちょうどでも見頃なんじゃないかなと思うので、おすすめとしては車はやっぱりどうしても混むと思うので、いつもこの偕楽園っていうのは私が行った時この2月下旬でも結構渋滞してて駐車場に入るのしんどそうだったので、柏周辺にお住まい、それこそ流山市内とかだったら柏から常盤に乗っていくのが一番スムーズじゃないかなと思います。この梅祭りの期間は偕楽園という駅が開放されているので、上りですね、上りじゃなくて下りか、下り方向だったら例えば柏から偕楽園に行くときなんかは乗れます。上りだとね、偕楽園の駅っていうのは使えなくなっちゃうので、まあ、水戸駅から帰るっていうのが定石になってくるかなと思うんですけども、まあ、要は偕楽園駅っていうのがちょうどいい位置にあるので、柏から偕楽園駅に行くのが多分一番スムーズじゃないかなというふうに思います。まあ、こんな風に水戸ちゃんと写真が撮れるよみたいな、ね、こともやってました。偕楽園の中にもショップとかお土産屋とか、あと食堂、カフェにもカフェもありますけども、こういう出店というかお祭りもやっていて、こういった焼き物をね食べることもできます。これ確かに300円かな。じゃあこの後ね、偕楽園の敷地から、離れて、全体としては大きいんですけども、メインのところから離れて川を湖挟んだもう一個の地域に行って、カフェで、休憩しながら水戸駅に行くね、無料のバスがあるので、それに乗って水戸駅に移動しようかなっていうところですね。お前の牛久みたいなとこだったら絶対ついてるから。そう
ームを置く場所がどうしてもできなかったからですね。上りのホーム。置く場所がなかったってこと？そう。この駅が特別駅だからとかって言ってた。偕楽園にあるこの湖、確か千波湖と言いますが、この湖の、周りバス停になっていたりとかカフェがあったりします。今向かっているのはまさにそのカフェとバス停ですね。でこのバスなんですけど、これ何今乗るかというと、水戸市のホームページに書いてある観光漫遊バスっていうのがこの梅祭りの期間だけやっていて、厳密に言うと2月下旬と3月の土日ですかね。ホームページ見ていただければと思うんですが、これはですね、完全無料バスなんですね。で循環できるんですよ、水戸市と、この偕楽園の周辺の、街を巡遊する、バスなんですが、無料なんで、当然混みますよね。水戸市観光課がやってるんですけども、なので多分ね、乗れないっていう可能性も高いと思うんですよ。何やらホームページ見ると3月は整理券配ってるみたいなんで、整理券もらえたら乗れるとか乗れないとかあると思うんですけど、乗る場合は、この、千波湖の駅が始発になってるので、多分ね、水戸市から乗ろうとすると人がもうすでにいる状態で乗れないみたいなことがあると思うんで、あんまりこのバスは期待しない方がいいかなと思いますね。普通に有料のバスも走ってるんで、それで水戸駅まで、バス乗るか、歩いて行っても20分かかんないと思うんで、このバスは運よく乗れたかなっていう感じですね。乗る場合は千波湖から乗るのが多分確実、乗れるのがこれ確か20人から30人ぐらいだったんで、私は今これ運よく乗れたっていう感じですね。来ました水戸駅ですね。水戸駅についてまた休憩しようかなと思って、夜の祭りをね、待っている状態です。サザコーヒーに有名なね、サザコーヒー、こちらのお店、東京にもあるお店ですけど、ケーキがね豊富にあるこの水戸駅本店なのかな、サザコーヒー、茨城で有名なコーヒー屋さんですけど、このケーキがね美味しいという風に評判なので、2人でケーキ食べようかという感じです。結構ね濃いねカフェオレとこのカステラケーキっていうんですかね、チョコバージョンと通常のバージョン頼んで、もうここに1時間半か2時間ぐらい休憩してましたかね。 Wi-Fi 使ったりして、普通にカフェで休憩お茶です。ケーキがすごい美味しかったですね。めちゃくちゃもうハゲてるけど、落ち着いてくるのよ。はしごしてつけ麺鉄に来ました。この水戸駅にはラーメンストリートみたいなものがあって、いろんなお店あるんですけども、鉄って都内にもあるけど、久しぶりに行こうかなということで、この鉄球を入れてスープ熱くさせるっていう風なのが特徴のこのお店ですけども、ここで夜ご飯を食べようとはしごで来ました。でこの後これ7時半とかですかね。今このまた梅祭りの、限定でこの夜梅祭りというものをやっていてですね、これもホームページ見ていただければわかるかなと思うんですけども、
今回は2月25日ですかね。これ行ったの2月25日なんですけど、3月4日もやっているということです。多分毎年やるんだろうなと思ってるんですが、こういうプロジェクションマッピングみたいなものをやってましたね。でこの後期間限定の花火も見て、花火をですね、久しぶりに花火生で見ますかね。夏でもないのに冬の花火っていうのも楽しみだったんですけども、まあ、それを見て帰ろうかなっていう感じでした。花火が終わって、解散という感じですね。人が結構集まってましたね。帰りはこの講道館というね、これも歴史ある建物、まあ、いわゆる、学校のような位置づけ、大学のような位置づけで建てられた建物のようなんですけども、そちら開放されていたので、まあ、無料で入ることができました。この中にも一応ね、あの梅が咲いていたりするので、なんていうかこうリトル偕楽園みたいな、雰囲気がしましたね。まあ、偕楽園行かなくてもここで梅が堪能できるので、まあこの講道館行っても面白いんじゃないかなっていうふうに思いました。今これ夜だから全く何も見えてないんですけども、このあと梅がちょっと映ると思うので、そこはちょっと光調整してあの見えやすくしましたんで、まあ、よければ見てみてください。というところで動画がそろそろ終わると思うので、まあ、今回は柏から水戸に行って梅を見てきたよっていうふうな動画ですね。偕楽園というか、梅祭りも久しぶりに、コロナ禍だったので久しぶりの開催ということだったんですが、なんかねこう茨城は筑波の筑波山の梅祭りもあるし、結構ね見るところが豊富なんじゃないかなっていうふうに思います。柏から特急で、行けば1時間ぐらいで着いちゃいますし、1日ぐらいの日帰り旅行をやろうと思えば簡単にできますし、あと特急時はね結構空いてるんで、なんだろう、落ち着いた旅行ができます、はい、なので柏から特急を使って、まあ、簡単に、旅行を楽しめるっていうのがまず面白いっていうのと、あとはこのチャンネルでは東部ですね、流山東部も通ってるので、東部で日光方面、栃木の方面に行って、そっちも温泉がたくさんあったりとか見るものが多いので、栃木茨城ってやっぱこうなかなか広くて見るものが多いと思うので、個人的には結構この辺周辺に住む人っていろんなプチ旅行できていいんじゃないかなっていうふうに思いますね。じゃあまた違うね動画でお会いできればと思いますので、ご視聴ありがとうございました。